今まではパワーポイントを広げて私たちが壇上から講義する感じのスタイルだったんですけど、今日は鵜飼さんと私でもなんか普通に雑談形式でこの最初の資料だけ見たらあとはもうフリートークでいきたいと思いますので、皆さんも入りたい方がいらしたら質問とかどんどん考えておいてください。でこの今のちょっと長いタイトルの噛んじゃったんですけど、寺院における新型コロナウイルスによる影響を調べた調査なんですけれども、なんと結構ですね、宗派いろいろで、これスライドにしますね、各宗派それぞれちょっとね、曹洞宗さんが割合的に言うと少ないかなとは思うんですけれども、でもまあいろんな宗派さんそれぞれにご回答があって517も回答が来ています。地域も右側に出ているようにかなりバランスよくというかバラバラと出ています。まあ、ゼロの県も少しありますけれども、でどんな風になったかっていうと、葬儀と法事についてこちらは変化があったかどれぐらい感じているかっていうことを示したもので、まず葬儀は回想者が減ったがもう8、9割近くですね。で簡素化しているが4割、まあ、打ち合わせ時間は短くなって、で特に変化はないっていうのは多分結構コロナがあまり流行っていないエリアのところだと思われますが 5% 弱。法事についてはですね、深刻でして、中止や延期がものすごい数、やっぱり9割近い方が法事の自体の中止や延期が続々来ている感じのお答えをされている。参列者の人数も減っているし、会食ができないので、まあ、その一番共有したい個人についてのその意見交換とかですね、そういったことができていない感じになってますね。で他のお寺で毎月やっていたイベントですとか催し、それから月参りのある地域、関西ですとか長野県もあると思うんです。そういう月参りのところに関しては意外と減ってなくて、先月ね、飯島啓道さんが月参りの話してくださったんですけど、月参りは意外と減ってないんじゃないかっていうと、やっぱり減ってないんですね、若干ですけどね。でそれ以外の定期的な座禅会や法話会、写経会はもう激減、ほとんど中止になっていると、赤いところが見合わせているですの で形を変えて行っているっていうのは、こちらでやっておきますのでと言ってやった状態をおはがきでお知らせしたり、あるいは DVD を作ってお渡ししたなんていう方もいらして、そんなような形でこの黄色いところは成り立っているようです。で中には Zoom とか LINE 電話を使ってオンラインで配信したっていうような方もあります。でそれ以外の娯楽に近いようなイベントですね、布教のための親しみを持ってもらうためのイベントはほとんど中止になっていると、そんな感じですね。はい、このような感じでお寺の世界もものすごく変化が起きているということがよくわかります。そして最後はちょっと補足的になんですけれども、まあ、法要がもしご依頼があったとしてどんなことに気を使ってやっていますかというのがこちらで、まあ、ほとんどのところが換気とか席間隔を空けてはやってるんですが、でもまあ8割弱なんですね。何も対策してないところもあるっていうことですね。まあ、お寺もともと空気の入れ替わりがきちんとできていると思いますので、まあ、その辺はあえてしてないっていう方もいらっしゃるのかもしれません。そのマスクの着用についてはその読経の時だけは外すっていう方もいらしたり、さっきの URL 見に行っていただきますと細かく皆さんが意見してくれているので、いろんなことがわかると思います。こんな感じで、とりあえず叩き台の資料はこんな感じですけど、鵜飼さんどうですか、なんか目に留まった数字はありましたでしょうか。はい、ありがとうございます。気になったのが月参りの棒グラフのところ、はい、あれちょっともう一回出してもらっていいですかね。はい、月参りはいつも通り行っているが過半数ですよね、これはね。はい、でその下が定期的に行う行事が減っていると、でイベントも激減しているという、はい、これ分析すると、まあつまり檀家さんの方は来てほしい、だけどお寺側としてはやらない、つまりお寺が主体としてやってることはお寺の自主規制でやっていないと、ところがお檀家さんが来てくださいというものに関してはやっていると、うん、つまりお檀家さんはつまりやってほしいわけですよ、だから、うん、お坊さんはやりたくないんですよ、うん、はっきり言ってしまうと。そうとも言えますけど、うん、月参りまでしてもらっている方はそもそも
義理ではなくてちゃんとお坊さんと毎月話したかったりお経をあげてもらいたかったりするっていう関係がまだあるってことじゃないですかね、まあそうでしょうね。そういうことも言えると思うんですけどちょっと極端かなと思ったんですよ。だから、そうですね、割合が極端です。お彼岸が結構微妙な時期にあったじゃないですか。コロナがまだ全体的には自粛になってないけど自粛した方がいいんじゃないのくらいの頃がお彼岸だったですよね。でお彼岸の時に普通にお墓参りに来てもらってしまって、そこで例えばちょっとしたイベントを、ね、やったお寺さんは投稿劇食らったとかって聞いてて、なんでやるんだとか、人を集めるなって近所の人からもあんなに密になってたら危ないじゃないかっていうふうに言われて、それでもう慌ててね、なんかもういろいろなもの全部やめざるを得なくなったっていう声もあるので、近隣のクレームも結構あったんですよね。お寺だけに限らず自粛警察なんて言われてて、自主的にねやめるように触れ回るっていう人もいたので、やっぱお寺そういうところを気にしてたところもあるのかな、はい、あと鵜飼さんがおっしゃるように、まあ責任をやっぱりお寺取らなきゃいけないから、それをやっぱりやめるっていう、結構お坊さんが多かったのかなと思います。あくまで私の試験ですからね、そうだから鵜飼さん個人の考えで、暴論に近いかもしれませんけど、気にしないでくださいね。私は個人的にはお寺の方がお寺の方からもう閉じちゃいけないという考え方なので、はい、つまりお寺が主体的に判断をして、何かをやめると、法人もやめると、いうことはあってはならんと。でただし檀家さん、檀信徒さんの方から来ないでくださいと言われた時にはそれは仕方がなしと、当然諸対策をきちんとやった上で、だから主体的にお寺さんが動くべきではないと、判断すべきではないという立場なんですよ私は。だからさっきのその、ね、グラフを見て、でもやっぱり多くのお寺はやっぱりイベントも主体的に中止をするし、次は葬儀の延期を提案したという少数ですけれども、そういう回答者もあるんですよ。そんなことありえんのかなと思って、逆にですね、いやでも聞くんですよ私も、葬儀の中止とか、葬儀行きません、通夜も行きませんと、みたいな、じゃあ、あんたの仕事なんなのっていう、なんで一般企業だってなので経済活動というか、そんな会社ないじゃないですか、コロナになったって仕事じゃあもううちの会社何もしませんと、通勤もしません、オフィスに人の通行もしません、デジタルは疎いからそんなこともしませんそんな会社一発で潰れるでしょ、そんなの、そんな会社ないわけじゃないですか、だけどお寺でそれが少数でもあるっていうことが信じられない。鵜飼さんのお話、まあ、極端な言い方すると仕事の放棄じゃないかってことですか、お坊さんの仕事の放棄じゃないかとか、仕事の放棄なんですよね、でしょってことでしょ、だったらやめりゃいいのにって、なんか今チャットが入ってまして、お彼岸だけじゃなくて各種イベントが中止になっているので、お寺だけがイベントをやるっていうことが、イベントっていうかその法事がイベントなのかっていうところですよ。私はね、このここの線引きがその国民側も含めてね、要は下部音曲は昭和天皇のね崩御の時も全部禁止になったけど、下部音曲なのかってことなんですよ、イベントなのかってことなんですよ、そう供養はそう、法事とかっていうのはね、でも多くの人にとっては結局イベントだったっていうことなんですよ、ね、ということだ、そういう裏返しなんですよ。お参りをするような関係の人はイベントじゃなくてちゃんと必要だから毎月お願いしてるけど、としてね、まあ、だから冠婚葬祭という一括りにしていいのかわからないですけど、結婚式、まあ、延期される方いらっしゃいましたよね、それでやっぱ同じ感覚で法事も延期あるいは中止っていう形なんでしょうね。だからこれ、まあ、コロナ禍によってそのイベントに過ぎなかったのか観光に過ぎなかったのかということが露呈をしてしまったということなんじゃないですかね、まあ、厳しい言い方をすればですよ、ね、宗教活動は宗教性っていうのが存在したのかと言いたいですよね、
そう、なかなか難しいところで、新型コロナウイルス今、まあ、日本の場合には1月ぐらいから対応始まって、うん、今半年過ぎましたんで、だいぶこうすればいいよっていうのは分かってきたんですよね。ただやっぱりその非常事態宣言出たあたりはまだどうしていいのか分からないというのが正直私たちもそういう思いだったと思うんです。なんでちょっとやっぱり人それぞれに、うかいさんと前話してたようにあの火葬場や葬儀場でマスク取るか取らないかっていうのもなかなかね、お坊さんそれぞれのお考えもありましたし、とある宗派はもうあの一律宗からのこういうお達しで皆さんあの必ず、着用するというところもありますし、それぞれやっぱりお考えがあった中で進んできて、ようやく今皆さんどうしようかって冷静に考えられるところもあるのかなと思って。まあその宗派からのガイドラインっていうのは出てますが、 あんまりガイドラインになってなかったんですよね、うん、あの状況説明 と、はい、きちんと供養しましょうと、うんうん、感染症対策しましょうということに過ぎなかったんですよ。あの、はい、だから本来じゃ あのこういうコロナでもきちんと弔えるような法要のあり方とか、うんうん、具体的な手法とかそういったものについて一切触れてなくて、はい、そうですね、うん、結局はあの丸投げ、あの現場丸投げという、うんうん、あのまあことだったわけですよ、はい、あの、うん、で何が言いたいかというと、うん、個々の現場の僧侶が個々の判断で決めるしかないんですよ、うんうん、あのいやそうなんですよ、あの、はい、それは別に僧侶だけじゃなくて、あのみんなそうなんですよ、 お店もみんなそうでしたけど、みんなそうなんですよ、うんうん、はい、でそこに一定のマナーとルールといいますか、マナーと、まあ、最低限人に迷惑をかけない、感染症を広げないという、うんうん、これを守った上でじゃあその上にどうするかと、うん、あのいや、やるのかやらないのか、やらないのか、あのやらなければ終わりますよね。でもね、あの、うん、私はやることが前提だと思うんですよ、うん、あの、はい、ただ最初って韓国で宗教法人ですごくクラスターが出ちゃったっていうのがあったので、もう当初の時点ではかなりブレーキかかったと思うんですよね。あの今チャットにも入れられてますけど、あの3割減って書かれてたかな、もしお寺に行った後コロナ発症したって言われたら怖くってみたいな、はい、それは絶対にあったと思うので、そうですね、まあ、そう、あの覚悟がなかったかっていうとそうでもないのかなっていう気はします、うんうんうん、あの韓国の宗教、まあ、新宗教が、まあ、かなりの密室状態で、あの、うん、あの五体統治みたいなことをやって、はい、あのかなり閉鎖空間、鉄筋コンクリートの中、お堂の中で、あの、まあ、ワーキャーワーキャーやってたと、うん、いや、それは飽きませんよ、あんなことやったら。ライブハウスと同じですからね。あんなことやっちゃ飽きませんよ。あの、だから、それもやっぱりその宗教、あの、ね、包括法人なり、そこに参加する人たちが主体的な判断を持って、うん、彼らたちは主体的な判断なかったわけですから、言われるがままに集まって、言われるがままにやっただけの話で、それは当然完成するでしょうと。うん、あの、うん、まあそこまで日本人はバカだとは思いたくはないですけど、ただそこなんですよ、 まさに今向井さんがおっしゃったように、うん、あの月参りをするほどお寺と濃厚な関係じゃないほとんどの人にとっては、法事って親戚の手前義理でやっているものであったり、うん、あの時期が来てお寺さんからハガキが来るからしょうがないからやっているものであったりしたっていうことが今回の結果なんじゃないかなっていうふうにも思えるんですね、うんうん、結局義理でやっていたから、じゃあコロナにかかる心配があるぐらいだったらやめようよ、うん、あわよくばこれを機に来年も再来年もやめちゃおうよっていう人も結構いるし、うんうん、月回りに関して月回りも、うん、あのうかうかしてられないと思うんですよ今、まあ、過半数まだ続けてるかもしれないですけれども、はい、あの3割4割ぐらい減ってるわけですよね、うんうん、私これはね、あの戻ってくる率は低くなってくるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、あのだから例えば今6割ぐらいになってるんだったら、ずっと6割とか、はい、あるいは7割ぐらいになってしまうんじゃないかなと思います、うんうんうん、月参りはね、はい、あの、棚業務表としてそうかもしれません、うんうんうん、だからあのそう、あどうぞ、だから、はい、いや、いいですよ、いいよ、いいですよ、え、いいですか、あの今そこでお話出たように、このコロナでかなりあのかなり必要なね、必要なっていうか収入が減ってしまったうん、ということで、でまさにこのコロナが1年続くのか2年続くのかという、今皆さん不安になっているところが多いと思うんです。で今うっかいさんから指摘があったように、このコロナが収束してもそれがあのコロナの前の状態に戻るとは限らない、
お寺がこれからも継続して収入が減ってしまうんじゃないかという状況の中で、じゃあ私たちお寺は僧侶はどうしていけばいいのかっていうのが今回のテーマですので、はい、そこへちょっとお話を移させていただきたいと思うんですが、それについてすぐれさんの方から少しお話いただけますか。はい、そうですね、私最初の頃に自分もその任意団体の人並みでズームでとりあえず何でもいいから会議やってみようよと、というのはお坊さんにズームを覚えてほしかったんですよ、常連だったお坊さんとかに。でそういう手段があるって分かれば、じゃあ法事に行きたくないって言った人に、本当に行きたくないならあれだけど、行きたいけど病気が怖くてっていうならこういう方法ありますよって提案できるんじゃないかと思って、もうすごい早い時期にやったんですね。で、はい、そういうのやってますって言ったら、あとズーム暗号もですよ、ズーム暗号あるから来てくださいってこう知り合いの人100人ぐらいにご連絡したら、7割ぐらいのお坊さんからは結構反発が来て、なんかここにね、もう参加してくださってる方はその残りの3割ってことなんですけど、そういうね、ズームとかで法事とかをやるものじゃないから、オンラインでやるものじゃないからっていう感じで、もうお説教をすごい食らって、逆にで、そうそうですね、その状況だって。たださっきの大正大学の資料を見ると、これからも含めて、今後も含めてオンラインとかにシフトしていきたいか、いや、トライはしてみたいかっていうのを、はい、数を見ると、120いくつで 4分の1の方はやってみたいって答えてらっしゃるので、はい、7割が反対していたっていう状態、させて変わんないけど、そこをちょっと広げていかないとどうにもなんないのかなっていうことは非常に考えますね。はい、学校ですらもうオンライン化してきてるんだからっていうのは、ありますね。オンラインの是非は別ですけど、ただ忘れられちゃって終わるよりは、やらないよりはやった方がいい。そのオンライン、仮に今後、1年2年3年コロナが続くと仮定をするならば、そこまで続いてもオンラインをやらないといえばやらないんでしょうね。そこが過半数なんじゃないか。できないでする気力がない、なぜなら高齢だからとか、やりたくないものはやりたくないからとか、それが通用する団体というか、業界なんですよ、その業界、その業界の体質、すごい思ったのは、さっきの大正大学のやつの後ろの方を皆さん見ていただきたいんですけど、何ページだか分かんないけど、どうしてオンラインをやりたくないかっていうコメントが大体後ろ向きなんですよ、めちゃくちゃ。デジタルデバイドでもうスマホ持ってない高齢者が置き去りになるんじゃないかとかね、そういうことをおっしゃってる方が非常に多いんだけれども、だってスマホ持ってない人は直接来たきゃ来ればいいわけだし、併用でいいはずなのに、なんでそういうことをおっしゃるのかなって。逆に私は中高生が今までは全然法事に来れなかったのに、スマホとかで LINE とかでつないでくれれば見られるじゃないですか。塾の合間とかでもちょっと読経してるとこだけでも見られるし、もし Zoom なら録画しといてもらって、夜帰ってきてからお仏壇の前でそれを見ることもできるんですよね。でそういう新しくすごい裾野が広がるっていう、今まで本当に断絶しちゃってた中高生をもしこれでお寺に近づけることができれば、葬儀法要の文化がまた一世代伸びるんですよ、ね。なんでその未来の方に向かないで切られる人のことばっかり考えているのかなっていうのはとても思ったんです。すぐれさんのお考えからいくと、言い方悪いんですけど、今まで参拝に来られなかったような若い世代の人たちにこういうオンラインを通じて布教する機会があるんじゃないかって、要するに新規開拓の方を目指すべきだという方向性ですよね。鵜飼さんはいかがです？私も当然コロナが始まる前まではズームやったことなかったですから、でもやっぱりやろうとしたし、やってみると案が楽しい、楽しんでやれるかどうかだと思うんですよね。苦痛でやるのと、そういう人は多分ダメなんですよ。で一番良くないのは、やらないという選択肢もあるんですよ、当然。で例えばね、じゃあ戦時解放されてるようなアジャリさんだとか、そんなね、行中にそんなの何言ってんだと、ニュースやよ。いや、それはそれでいいんですよ、当然。いいっていうか、そうある、むしろあるべきだと思うんですよ。だけど一番良くないのは何もしないと、チャレンジもしない、ホームもしない、全てが中途半端。でもこれが実は大部分なん、過半数の大部分とは言いませんが、ぼーっとしてんじゃないよっ
ていうどっかのテレビみたいな状態のお嬢さんがひょっとして多いんじゃないかなと、うん、私はちょっと1末2末の不安を覚え、おせっかいな不安を覚えてるだけの話で、ね、うん、まあみんなちゃんとしましょうという、ちゃんとしましょうっていうか、まあ、私が言うのも偉そうなんですけど、いやいや、うん、まあ精一杯やりましょうよということだけの話で、ね、そんな当然ね、ずっとじゃあお念仏唱えてるんだと、こんなそもそもこんなそのコミュニケーションすら煩わしい、いやそれはそれでいいと思うんですよ、うん、うん、いやね、このズーム案を始めたきっかけもコロナで皆さんどうしようって迷ってるところが多かったから、じゃあ皆さんの意見を聞いてみたいよねってことから始まったんですよね。そうですね。このズーム案をやりだして、私あるところから今度ズームで研修会やるんだけど、その講師としてなんでズーム案を始めたのかって、そのきっかけについて話してくれる、うん、でこのズーム案をやって良かったところ悪かったところ話してくれる、これがもしかしたら将来の勉強として有効な方法の一つだよね、みんな気軽にできる勉強機会を得るっていうのがいいんじゃないかって話で、私今度講師させてもらう予定なんですが、今いろんなチャットを皆さん上げてきてくださったんですが、一つはこのオンラインでやることでお布施に直結しないんじゃないかっていう、ね、うん、ありましたね。でやっぱりやらないっていう方は、その要するに直接見せないと価値が、要するにお布施お預かりできるだけの価値が創出されないんじゃないかって、生み出されないんじゃないかって構えてる人もいるのかなって。だけど今やってる、うん、今やってる、そこはね、鶏と卵ですよね。そうですよね。どっちが先かとかって話もあるんですけど、うん、まずやってみないことには、でやった中で、あ、それでも良かったよねって方は、やっぱ信者さんはお布施送ってきてくれると思うんです。そう、ね、割とも例えばペット供養頼まれて、でズームでもできますっていう電話で言ってあげたら、はい、じゃあもう前の日にお布施振り込むのでよろしくって言われて、もうやってほしい人は自ら当然包むつもりなので、はい、その方法もね、向こうから提示してくれて、このズーム暗号がまさにそうですよね。そうですよね。無償でやってたけれども、結局こんなの 毎月続けてほしいからお布施箱作ってくださいって言われて、ご記者箱ができるっていう形になってるので、はい、そもそもね、じゃあお布施がなければやんないのかっていうところを聞きたい。まあ、そうですよね。すぐれさんの指摘、布教ってそうじゃないでしょ、うん、なんか布教って矢も盾もたまらず、うん、仏の教えがありがたいからやらざるを得ないものだと思うので、うんうん、そうですね、そうですよね、うん、だからやってみた中でこれがありがたいと感じてくださる方がいれば、お布施を送ってきてくれると思うんで、やらないっていうよりやってみようよっていうのが、そうです、ね、まずはね、そう、僕らがやってるこの勉強会自体はまずやってみようよという姿勢から始まってますので、その法要もやっぱやってみたらいいのかなと思うんですけど、私もそれをオンラインやろうかなと思って本土の方へ Wi-Fi 飛ばす、ね、設備設営どうしようかなとかって考えてる間に非常事態宣言が解除されて、そしたらまた法事の申し込みが増えてきたんですよ。戻ってきたところがあって、はい、それはコロナの前に比べればやっぱりまだ何割減かではあるんですけど、対面式が戻ってきた。私はね、それすごいありがたい機会だなと思うんです。このコロナ禍でもやろうよ、でしかも人数減らしてでもやろうよっていう形で考えてくださる方がいるっていうのは、やっぱり親の供養したいんだなって、お檀家さん方いらっしゃるんだなって、僕はその気持ちがありがたかったので、で今併用してやろうかなって考えているところであるんですけど、はいはい、うん、まだちょっと設備の方が整ってないので、さっきの話ですよ、はい、お寺でまず発信するための設備の整備と、あと受信してくださる側のおじいちゃんおばあちゃんにどういった形で受信してもらおうかなっていうところがあるので、さっきのすぐれさんおっしゃったように、ハイブリッドじゃないですけど、おじいちゃんおばあちゃん慣れてなければお寺にちょっと来てよって、で逆にお孫さん方がスマホがあるんだったらそっちで受信してよっていう形で、はい、そう、はい、両立できると思うので、はい、そういうふうにうまくハイブリッド化していけばもっと可能性広がるのか、特にうちは田舎長野県の松本市ですけど、東京からの親戚が来れない状態なんですよね、うん、だからそれを逆に発信してあげれば、みんなが画面の先でお参りできるっていう、まずやってみようよってことでいいのかなとは思います。
はい、あとね、なんかどうしても伝えたいし、どうしてもやりたいっていう人は、もうその年とか関係なく頑張ってやってると思うんですね。うんうんうん、私、ある和尚さんから梵字を習ってるんですけど、最近、その、はい、あの WebX っていうので、でその講座にはね、なんか80代とかのおじいちゃんとかも来るんですよ、はい。もう絶対こんなの使ったことないし、スマホすら持ってなかったかもしれないのに、これのために慣れたんですよね。うんうんうん、どうしてもやりたい人は頑張ってつながってくれるので。そうですね。うん、で宗教ってそれぐらい熱意を持って、うん、あの こうようにして壊れなきゃ本当じゃないと思うので、うんうんうん、そこですよね。その関係性をどうしたら50年前に戻せるのかってことですよね。まあ、なんか知らないですけど、うん、本来ならばね、あの仏教はね、あの、うん、伝来してから中世、あの時代の最先端のツールを駆使してきたはずなんですよ、ね、印刷もそうだし、うん、メディアを駆使してきたんですよ、はい、ところがなぜかこ戦後だけが、うん、あの古典回帰してるのが不思議なんですよね。あの、はい、古いものは新しいことだみたいな、なんかよくわからん、あのいやそうじゃないんじゃないのっていう、あの第1回の時鵜飼さん言ってくださったじゃないですか、ね、うん、あの お位牌とかお仏壇自体が、オンラインみたいなもんでしょって、見えてないけど手合わせるでしょって、そうなんですよ。だから、本来はずっと仏教は新しいものを取り込んで、新しいものにチャレンジをして新しい価値を、むしろ社会をリードしてきた、あの、新しい価値を創生してきた立場なんだけれども、今は完全に追従も追従、あの50年ぐらい遅れて追従してきていると、あのそれがねいかがなものかなと。いや、あのもう本当に私的なことを言うと、あの私ずっと、まあ、あの企業マスコミいたんですけど、はい、本当ね、いや、いろんなところに取材申請をするわけですよ、あの取材依頼をね、で企業もあるし政治家もあるし、一般人もあるし、ね、お寺だけですよ所管でくれっていうのは、あと宮内庁だあ寺と宮内庁だけです、ね、ね、ファックスはまだマシな方、まだマシな方、紙でくれ、所管でくださいと、ね、大事に限ってそうなんですよ、奈良と京都の大事に限っても、なんかそれがなんだろうな、逆にありがたいのかな、なんかよくわかんないですけど、まあ筋通せってことです。いや、行政としてやってるとね、なんかその宗派さんに出す書類ってあるじゃないですか、はい、あの私は行政庁に出す方を作ってるんだけど、でも同じものの写しを宗派さんにも出さなきゃいけなくて、それがやっぱりね、宗派さんによってはいまだに横置きの A4 で縦書きにして右肩を閉じてくれとか言ってくるの、はいはいはい、そういう指定があるわけですね、いつの時代横置きの A4 じゃなきゃダメで全部揃えろってなってるんです、うん、縦書きみたいな、うん、あ、すいません横から言う、いやいや、あでもやっぱりね、あのそうなんですよ、お寺そういうこだわりがあるところもあるので、もうちょっとそれがあの緩和されて緩和というよりね、その伝えたいものがあるのかっていうことを聞きたい。あ、そういうことなんですね。形式ばってる。一般市民がね、こんだけ、だってハスの葉にこんだけの相談が来てて、こんなに困ってて悩んでて、お坊さんに聞きたいっていう人がいるわけじゃないですか、それをね、ちゃんと宗派の人が見てたら、最先端のツールを使ってでも、LINE でも Twitter でも何でも使って若い人たちの悩みに答えてあげようって思うはずなのに、こんなの仏教を知ってたら解決できるのにっていう気持ちがあればできると思うんですよね。そうですね。さっきね、サリアちゃんがね、なんかあのミュージシャンのライブとかに似てるって書いてくれたんだよね。そのライブ、本当にライブじゃ生じゃないと楽しめない人もいるし、あのそうじゃなくてオンラインだから裾野が広がる部分もあるし、みたいなことをちょっと流れちゃったけど書いてくれてますよね。あの逆にこのオンラインだからこそ遠くの人、あるいはその直接対面じゃなくて今まで出会えなかったかもしれないけど出会える人にもね、うんうん、機会としてあるわけじゃないですか。私この間あれなんですよ、ブラジルの法要にこのオンラインで、お参りさせてもらったんですね。それありがたかったです。まず自分がブラジルに行くっていうのが30何時間飛行機乗り継いで行かなきゃいけないじゃないですか、でお金もかかるし、行けないところへこの画面を通じてなんだけど向こうの雰囲気も分かった上で一緒にお参りさせてもらえたっていうのがありがたかったので、自分が参加する立場からするとすごいありがたかったなって思う。だから逆に自分も発信したらいいんだと思いまして、
だから今回このズーム暗号もこれで回数重ねて3回目ですけど、まあ、月に1回ぐらいでやっていこうよっていう、ゆるくやっていこうよって言ってやらさせてもらってるんですけど、僕らやっぱり学びというところでこうやって今62名の方が参加してくださってますが、すごい大勢の人が関心持ってくれてるんだなって、大変ありがたいことだなと思うんですが、さっきのすぐれさんのお話の中にもあったように、まずやってみたらよかったよねっていう部分が必ずあるはずなので、悪かったよっていうところを直していけば、はい、もっといいものができるのかなって。だからまずやることですよね。はい、お寺ってやっぱりそういうところがね、さっき鵜飼さんも言ってたけど、古いく、ね、古いことこそいいことだみたいなところで止まっちゃってるところがあるので、うん、もうちょっとね、挑戦的といったらなんですけど、うん、そうですね、まあ、で今藤本さんが今書いてくださってる、はい、チャット最後のとこ書いてくださってるんですけど、他のお寺の活動とか他の宗派の状況って、うん、やっぱり今までって分かりづらかったと思うんですよ、はい、末端のお寺さんにとっては、うんうん、でそれがやっぱり分かるのはすごくいいことだと思うし、ここでさっき の最後のスライド出しちゃおうかな、はい、本当に全国の様子が分からないと皆さん何もできないっていうね、これね、ちょっとさっき出さずに置いたんですけど、全国一律でネットとかで例えばイオンのお葬式だと目安表示で15万からとか出てるじゃないですか、葬儀告別式のお布施とか。でこれが私が今お見せしてるのは上にちょっと名前出てるけど、エンパークっていう、もともとお寺さんが母体でやってるやつなので、はい、割と高めのというか妥当なお布施額が出てますよね、うん、本当に東京だとこれぐらいでやってもらえるよっていう金額が出てるんですけど、はい、逆に東京大阪 のお坊さんにとってはこの金額ぐらいじゃないと困るから、イオンの金額書かれちゃうとちょっとってなるけど、うんうん、私結構本当に地方の遠くのところで講演頼まれて行ったりすると、はい、いやもうイオンのお葬式 の標準額のうちらは半分ぐらいしか今までもらえてなかったからすごい助かってるっておっしゃるわけです、うんうん、つまりその格差を少し抑えてくれてるっていうね、うん、目安表示賛否両論あるけど、はい、他の地域の様子とか、うん、地方はどうなってるんだってことがすごくよくわかるから、はい、うん、それもだからズームも同じことだし、そうだし、うん、今もう全部ね、宗派の壁も取っ払って、うん、なんていうの、自覚の違いとかも取っ払って、みんなどうなってるのっていうのを共有しないと始まらない気がする、はい、うん、そうなんですね。このズーム暗号自体もそうでしたもんね。宗派の枠超えてやりたい人まず集まってやってみようよってとこから始まってるので、やっぱそういうまずやってみるっていうのは大事かなと思います。で、まあ、うん、あ、どうぞ。あ、ごめんなさい、はい、まあ今日はマネーの話だよね。マネお金の話ですね。そうそうそう、お布施の方ね、財政の方、はい、今すぐれさんが出していただいたある種のお布施の定額というか、まあ、目安、うん、あるいはそれが一つの定額制っていうものにつながっていると思うんですけれども、逆にこういうオンラインが増えていけばね、オンライン法要が増えていけばお布施の単価はどんどん下がっていくんじゃないか、中長期的に見ればお寺の収入もどんどん下がっていく、ましてやね、今ちょうどこのコロナでどんどん減っていく中で、コロナが終わっても、厳しい状況が続いていくんじゃないかっていうようなところが今日のテーマ、はい、そうですですよね。はい、ね、お檀家さん、まあ、お檀家さん信者さんに今までは財政という形でお預かりしていたお寺の収入、それが減っていく中で僕らどういう対応すればいいのかなっていうのが今日のテーマなんですよ、うん、でもまたそこも後ろ向きな風にしかみんな見ないんですよね、不思議とね。だってオンラインだったら行って汗かかなくていいんだから、うん、家でクーラーかかってるところで涼しい状態で本堂で中継できるんだからたくさんこなせるし、で私ね、ちょうどね、フューネラルビジネスに鵜飼さんの次でリレーで書いたんですけど、鵜飼さんの記事読んでないんですけど、あ、もう出てんですか、あれ。鵜飼さんのがもうすぐ出ますよね。あー、なんか昔書いた記憶がありますけど忘れてました。私来月なんですよ、たまたまね。それで、うん、そこで思いつきで書いたのが、いや今弔ってほしい人をちゃんと葬儀に呼んでないじゃないですか、家族葬とか言っちゃって、うんうん、会社時代の同僚とかがめっちゃ来たがってるのに、いや今回はご家族だけですのでとか言って、うん、お布施が上がるのに、なんてお香で持ってきてるのにお断りして返しちゃったりとかしてるから、弔いたい人を全然、うん、対応してない状態だと思うので、うん、例えば志村けんさんのね、亡くなった時に
みんなが勝手に弔いたいからって言ってお坊さん便とか使って家にお坊さん呼んで読経してもらったっていいと思うんですよ。でそれをオンラインで、うん、例えば5000円とかで1万円だったとしても、うん、弔いたい、もう小学校の時にあんなに毎週楽しみにして楽しませてもらった志村さんに、うん、1回でいいか手合わせたいっていう人がいたら、それもうね、頼める時代が来るんじゃないかと思って、今までだったらその志村さんちの収支じゃないお坊さんにね、うん、独居してもらったらちょっと良くないんじゃないのとか、うん、そういうのあったけど、そういう縛りももうね、うん、この状況でなくなっていくんで、うん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 、まあ、うん、そのね、お布施の単価っていうとあれだけれども、そのね、下がってるところも、うん、まあ、あると思うんですよ。昨日ね、まあ、出張だったんですけどね、たまたまビジネスホテルにで夜 NHK つけたら、あの塩沼良人さん、修験道の戦地解放のアジャリさんですよね、はい、あの退社された、その方は出てて、まあ、私も何度かお会いしたことあるんですけど、やっぱりすごいですよ、その信者の数は。あそ、まあ、当然檀家を持たれないわけですよ、うん、あの修験道なんでね、でまあ、しかも、まあ、塩沼さんのお寺、あの仙台にあるんですけれどもね、あの一から作ってるんですよ、うん、一からとゼロからですよ、土地を取得をして建物も自分、そうですよね。で、あれだけのものを多分何十億でしょう、うん、金額にすれば、うん、でやっぱ集まるんですよ、はい、あれが宗教ですよね、集まる人の、集まるところには集まるんです、時代じゃないんですよ、うん、で本当にそうですよね、はい、で、うん、人、ま、毎回満杯だし、ね、ごまの時は、まあ、だから集まらないということはないんですよ、だから、うん、本当そうです、それは塩沼さんだからじゃないんですよね、実は、都市開業で成功されている、うん、和尚さんも、うん、若い和尚さんだって本当、ね、1年間に100件100何十件檀家を増やしてるところもあるんですよ、うん、ありますあります。でも失敗してる人は失敗してるんですよ、うん、まあそう、だからその人それぞれによってやっぱ違いますよね。同じことやってるんだけども、この人は要するに信者さんがたくさんついてくる人もいれば、反対についてない人もいるっていうことで、鵜飼さんがね、無双社会の中で書いていた都市開教ってことで、都会の方でお寺立ち上げた日蓮宗のお坊さん、本当に丁寧にやってて、年間たくさんの信者さんがついてこられるって話書いてありましたよね、だからいいね、あの時に例えてその方がおっしゃったのはね、うん、そのまあ豆腐ね、スーパーでね、1パック100円豆腐を買ってきて、そのまま醤油かけて食べるのか、綺麗な器に盛って、うん、パックのその型を取って、うん、ネギを散らして、お出汁で出すのか、やっぱりそこに価値がやっぱ生まれるわけですよね、一手間、うん、二手間かけると、ボーンと乱暴な食べ方をするんじゃないんだと、やっぱり同じ、やっぱりその通りだと思いますよ。やっぱりお葬式にしても法人したって、その相手が損を少なくともね、じゃあ20万出したと、出したんだと、でこんなこれ踏んだくらいだんだとよく言う言い方をする人いるんですよ、私の知り合いでも、私もサラリーマンでしたから、組織の会社の上司とかからね、よく言われましたよ、坊さんに踏んだくらいだ、うんうん、いやそれは多分坊さんの方価値がなかったんですよ、うん、もう20万の価値がなかったんですよ、いう気持ちが生まれなかったってことですね、そうですよね、やっぱり20万出したんだったら、やっぱり30万の価値のある葬式をすればクレームは来ないんですよ、うん、次40万来ますよ、うん、そんなもんだと思いますけどね、うん、まあ今日はマネーの話はやらしい話になりますけど、ただしね、ただしだ、私はまあ坊さんの端くれでもあるので、ちょっといわ、まあ優さんは不愉快に思われるかもしれないですけど、はい、出すね、檀家さんの方っていうか、出す側もやっぱりリテラシーがやっぱ下がってますよ。常識がない。
いや、それはね、お坊さんは100円でもやらなきゃいけないし、100万円でもやるわけですよ、それは。うん、だけどね、暗黙知というものはやっぱなくなってしまって、そうですね、もう何でもありになってくるんですよ。うん、で、全てをやっぱりその金出す方もね、出す方も宗教感覚じゃなくて、サービス業感覚を出してしまうんですよ。で、うんうんうん、ギャラって言ってますもんね。ギャラって言ってますよ、本当に。防犯呼ぶんだけど、ギャラいくらぐらいがいいんだとか聞かれますよ、私。ただね、向井さんがちゃんとされてるから1週間かかるんだと思うんですよ、一人の方に。いやだって正直言ってね、独居しながら明日のゴルフどうしよう、雨かなって思ってる人いっぱいいますからね、お坊さんの中には。それはね、論外ですよ。いや論外のお坊さんが結構いらっしゃるんですよ、東京とかだと。本当に。だからなんで人読み30万も払わなきゃいけないの。だってもう終わった瞬間にもうゴルフバッグ抱えてもう車乗ってんですよ。まあね、小木さんだからね、だからちゃんとやってればいいと思うんですよ、うん、そうですね、伝わるし。だから今回も法要もちょっとお休みしたけど来年帰ってきますよ、そういうお寺さんは。そうじゃないお寺の方が多いから問題です、うんうん、そうだからそこをね、やっぱり僕らも襟を正して心をしっかりと持った上でやっぱり進めなきゃいけないなっていうのは改めて思います、うん、でお互いのね、うん、やっぱりリテラシーが低下してるんですよ、そこはね。だからこの機会に、法事が少ないこの機会にそのリテラシーを育てた方がいいけど、小中学生からやんないともう手遅れだと思うんですよね。だって家庭で仏壇に手合わせてる人が持ち家でも半分しかいないんです、うんうん、で集合住宅だと4軒に1軒しか仏壇持ってないんですよ、うんうん、ってことはおじいとおばあちゃんが手合わせてるのを見てなければ小中学生はなんだか分かんないです、うん、分かんないね、はい、だからまあお寺にそういうやっぱり子どもたちの世代から来てもらえるような行事っていうのをやっていかなきゃいけない。だから子ども大会うちもやってますけど、やっぱ来てくれるとリピーターになってくれるんですよね、うん、で子ども大会だけじゃなくって、ちょっと学校のね、あと放課後に遊びに来たりとかもしますし、そういうのありがたいなと思うんで、そういうのなるべく継続したいなと思います。いやだからね、なおさらね、なおさらコロナの時に門を閉めちゃダメなんですよ、うん、そうです、本当そう、そこは大事だなと思います、うん、ですいません、今日そのテーマにしたかったのは、コロナ前に比べて今のコロナの状況でお布施が減っている。でこれはもしかしたらこれをきっかけにお檀家さん方がこれでいいんだと思ったら、要するに戻ってこない、コロナ前の状態に戻ってこない可能性もあるということも前提の上でいろいろ話していきたいと思ってるんですが、戻ってこないと思いますよ。前例やっぱりその東日本大震災の後に、うんうんうん、ね、あるお寺さんは一気にね、うん、檀家さん100人亡くしたと、100件亡くしたんです、うんうん、で、じゃあ一気に100件亡くしたから、じゃあね、東北の相場高いわけですよ、 お葬式の単価ははっきり言うと、うんうん、東北はね。でじゃあ一件30万本来ならば平時だであればね、もらえるとかいただけるお借りする形、うん、お布施がね、うん、でもそんな東日本大震災の時にね、うん、いやこの辺の相場、30万だからと、うちはホームページ出してるからね、30万だってそんなことを言ったらどうなりますか。大変なことになりますよこれは。だからそうなってきた時に、その和尚さんがじゃあもう平等にね3000円いただきましょうと、おっしゃった。それだったらまあなんとかね、お互い痛み分けでしょうと。だけどこれは2年経っても3年経ってもずっと3000円のままずっと続いていると、うんうん、いうケースがまあ東日本大震災の後にはあったんですよね、うんうんうん、じゃあコロナでじゃあもうズームだね、だからズームだからもういいですよと、うん、もうね、お気持ちいいですよと、もう1000円でもいいですから1000円にしたと、戻るかどうかですよね、洗礼から言えば戻る可能性は低い、うん、いやただなんか堀さんがさっきねチャットに書いてくれてるんですけど、うんうん、はい、
お気持ちをどれぐらい救ったかでお気持ちの額は決まるんだと思うんですよ、うんうんうん、だから義理でやってる法人をいくらオンラインだから安くしますよっていうのはそれは本末転倒というかオンラインだから安くする必要全くないし、うんうん、本当になんかグリーフがねものすごい大変でもう死んじゃってなんか同居してもらわないと私ぐちゃぐちゃで毎日寝れてないですとかっていう人はオンラインでも絶対10万以上払ってくれるし、うんうん、30万払う人だっていると思うしだって精神科に通ったらすぐ30万かかんだから、うん、2,3 ヶ月カウンセリング続けてればだからそういうことじゃなくて助けなきゃいけない人の方向いてないってことだと思うんですよ、うんうん、だってハスの葉のね毎月こうやってハスの葉を宣伝じゃないけどスタッフ手伝ってくれてるから紹介してるけど、はい、あのハスの葉の問答をねだからここに参加してくれてるお坊さん方が隅々まで読みましたかってことなんですよね、うんうんうん、だってそうしたら絶対こういう相談求めてくる人がこんなにいるんだって、うんうん、でさっき打ち合わせの時にほらあの春馬さんが亡くなっちゃったことについてもすごくいっぱい来てるけど、うん、なかなか答えられないし、まあ、今質問いっぱい集中してるんだろうしね、うんうん、あのでもこれだと救ってあげないとどうにもなんないみたいなことをあのおっしゃってたんですけど、うん、そういう助けてほしい若者がツイッター上とかにすごくいっぱいいるわけ、うん、お寺にじゃなくてツイッターとか LINE のところにいるわけです、うん、でそういう人にちょっと救える言葉をかけてあげるだけで、うん、結構それでもう救える本当にあの後追いしちゃおうかなって思ってる人を 何百人も止めることができるし、うん、でその子たちがね直接払わなくたって今直接払わなくたってそこで 仏様お坊さんに救ってもらったっていう記憶が残れば、うん、親の葬儀をちゃんと出すときにお坊さん呼びますよ、うんうんでも今つなぎ止めとかなかったら呼ばないよ絶対、うんうん、そうですね一つ一つの積み重ね一期一会だと思うので、うん、それ大事だなと思うんですよでそれであのそう、お寺で、まあ、収入お布施という収入が減ってくるということで考える中でお坊さん副業っていうのはどうなのかなって思うんですけど、うん結局ねこうコロナでどんどん収入減っていく4分、うん、収入が4分の3になる2分の1になる、持続なんとか助成金か、もう適用外員持続化給付金も適用外員になっている、はい、しまったとねその中で私はまあだから自分自身副業を持ってましたし今でも持ってるしうちの父親も副業してたし、はいあのうちの先代の住職のじいさんも、公務員やってましたから、うん副業に対し抵抗感はあまりないんですよないでむしろそうじゃないと食べていけませんから、うん、だから私はねその副業にてか関してお坊さんがねやることに関しては別に躊躇する必要は全くないという立場です、うん、あのだしどんどんやるべきだとむしろねあの食べていけないんだったらあの助成金当てにせずに、うん就職活動副業の中身も鵜飼さんの場合はむしろ副業の方が仏教の良さを伝えているじゃないですか、うん、お寺にずっといて檀家さんの法事をやってるよりも あの本一冊書く方がずっとお寺の大事さを伝えてるし、うん、仏教のためになってるから、うん、それは副業って言うのかって思うんですよ、うん、昔の宗派が、まあ、あのテレビだのラジオだの使ってたのと同じことを一人でされてるわけだから、それは YouTuber のお坊さんとかも同じなんですよ、うん、あれはあの顔出ししたいからやってるとか有名になりたいからやってるわけじゃなくて仏教の良さを伝えたいからやってる人がほとんどでありがとうございますいやもうあの今まあだからすぐさんの方から代わりに言っていただいたようなもんですけどいやまあそうなんですよ自分 あの心の中ではあの、うん、お寺の仕事をしてるつもりでやってるんですよあのお寺の仕事、うん、お坊さんとしての勤めを、うん、あの副業の方でやってるつもりなんですお寺の仕事、まあ、つまりお坊さんとしての仕事はあのジャーナリストの仕事をしてるつもりなんですよでお寺の仕事はお寺でやってるつもりなんですよ、うんあのまあ、そういう中で、まあ、私の中の住み分け一応あるんですけど、うんあのまあ、ただ一般的に見たら副業で食べてるんでしょっていうことになりますから、うんまあ、それはそれでいいですよ、うんあまあ、浄土宗的に見たら副業ってなるかもしれない、うん、でもその他宗さんの応援もしちゃってるから、うん、でお寺の仕事多分いろいろあると思うんですよその、うん私のように、まあ、それが副業が本業になのような 仕事もあれば全然関係ないこともあるかもしれないですけれども、うんうん、ただしあのやっぱりいかなる手段であってもそれ違法な手段はダメですよそりゃ、うんうん、違法な手段はダメだけど、うん、あのだけど、まあ、まともに社会に出てね、うん、あの真面目に働いて真面目にお金をいただくということに関して躊躇する必要は全く私はないと思います、うんうん、でそれを何のためにやってるかって言ったらお寺のためにやってる部分かなりあるわけだから、うんうあのうんうん、で
私はでもお寺の子だったから、あの、うん、別にそれはね、あの就職して、まあ、就職、あの就職難だったんですよ、私の時は非常に。そうですね、だから結構苦労し自分にもなんだけど、こう、あの、かろうじて入れたわけですよ。あの、で、とても大事だったんですよ。あの、とても大事だったんだけど、でもやっぱりお寺の方が大事だったんですよ。あの、だから戻ってきたんですよ。あの、お寺に。そんなの、一回ずっと定年まで行って、定年、あの退職金もあって、あの年金もらった方がはるかに収入はそりゃいいですよ、それは。あの、だけどやっぱりお寺の方がやっぱり大事だったんですよ。でもそう考えてる、うん、あの和尚さんはね結構多いと思うんですよ、うん、で、あの、そう、 いいですね、締めと、あの、寺の前で締めみたいな、うん、ええ、はい、どうぞ。そう、あのね、そう、副業っていうところで、要するに本業がお坊さん、お寺というふうに考えて、副業っていう、ちょっと書いてみたんですけど、それは、ここで言う副業っていうのは、お檀家さん、信者さん以外からの収入を考えるっていうところで、ちょっと定義したかったんですが、今ちょっとチャットで来た中で、要するに副業の方に、いや、足突っ込んだら、本業がおろすかになんないかっていう、ちょっと書き方されてる方がいるので、本業やりながら、まあ、うん、そう、本業やりながらの上で、そのお檀家さん方からの収入、あの、お布施が減ってる中で、別の何か方法がないかなっていうことで、ちょっと提案して。だから、本業じゃなくて、葬儀法要イコール本業っていう意味ですね、うん、今の小木さんのは。そうですね、ちょっとその、うん、そう、定義として。だから、檀家さんのお布施収入は、もう明らか半減するから、うんうん、それ以外の人の、うん、なんか例えば蓮の葉からはお気持ちが入ってくるような相談いっぱいしてやるとか、そういうことですよね。固定のって言ったら悪いんですけど、特定のお檀家さんという信者さんというお寺 の、はい、あの今までお付き合いになった方以外に目を向けるっていうのが大事じゃないかなってことに。要は先月慶道さんが言ってくれてた、その お坊さん個人と悩み持ってる個人の付き合いになってくってことですね。お寺と家じゃなくて、そうっていう話ですよね。そうそうそう、だったらさ、副業って呼ばない方が分かりやすいかもしれない。そうですね、ちょっと言い方が悪かったから。檀家さん以外、うん、そう、檀家さん以外に目を向けた方がいいですよ。そう、だからお坊さんの務めは務めなんだけど、その対象が変わってくると言い方で、はい、すみません、だって仏教なんて全部つながってんだからさ、根底で、うん、何やったって学校の先生やってたって副業と言いつつ、うん、まあ、あの先生はお坊さんみたいだね、だからちょっと違うんだねって言われるような、うん、そう、道徳教育ができるような人だったりするわけじゃないですか。うんうん、大前提として押さえておかなければいけないのは、うん、はい、今後お寺は、うん、檀家は増えないんですよ、うん、そうですね、檀家が増えないということは、うん、収入が減るんですよ、うん、でこれはそんなこと説明するまでもなく当たり前なんですよ、うん、で、そう、人口減、なぜか知らないけど檀家が増えるとかお寺の収入が増えるとか、そういう幻想を抱いてる人があまりにも多すぎて、うん、あの、そんなことありえないんですよ。なぜなら、言い方上がりにならないと思う。人口が減っていくんだから、あの、なんで、2060年で8000万人ですよ。うん、そう。あの、2100、そうそう、2100年代に入ったら4000万人を切るんですよ。で、うん、ということは何になるかといったら、江戸時代の人口に戻っていくんですよ。戻っていくんです。あの、それはお寺の歴史で見たら、近い未来でそうなるんですよ、うん、で我々は考えていかなきゃいけないのは、バトンを渡すということはとても大事で、うん、あのつまり我々が生きてる間に次の世代にバトンを渡し、さらに次の世代にバトンを渡したぐらいまでは見届ける必要があるわけですよ。 で、うん、でもその間にもう日本の人口は4000万人を切るんですよ。あの、そうなってくると檀家が増えるとか収入が増えるとかお寺だけで増えるとかってありえないんですよ、うん、あの、うん、選択肢はもうないんですよ。あのお金を増やしたかったら働くしかないんです、うん、でなぜ働くしかないかって言ったら、市場経済に関してはあの人手不足だから、つまり人口が減るということは人手不足なんですよ。あの求人はどんどん増えていくわけです、うん、あのお坊さんが手を挙げたら仕事はあるんですよ、それは、うん、あのだからやる気があるかないかですよ、うん、あのだからお金に関して言えばね、あのせあ、うん、まあ、それもあるけど、あ、どうぞどうぞ。あ、いいですよ、いいですよ、ええ、いやでも今ほら心の悩みでみんなさ、精神科のお医者さんに何十万ぐらい払ってんの年間にって思ったら、うん、それがもともと江戸時代はあのお米や野菜の形でお寺に上がってたものだから、うん、だからあの今よりお寺の数は多かったぐらいだって、あの
何あの月刊住職の矢沢編集長とかよく言ってるけど、それで4000万人でちゃんとお寺さんを養えてたわけだから、うん、それだけ心の救済をしてないってことでしょ今、うん、その分があの別のお医者さんとかいろんなところに行っちゃってるからお寺に上がってこないんだと思うので、うん、まああの明治以降本当にお寺の役割っていうのがあの分業化してったと思うんですよね。あの名付け親から本当にね生まれてから亡くなるまでが全部お寺が見ていたものが全部分散化してって、教育だったら学校へとか、喧嘩の仲裁だったら警察だとか弁護士だとかって話で、であと病気のことはもう病院へとかお医者さんへって話でなってってしまった。であとお葬式のことも今は葬儀会社の方とねっていうところになってってるところはあるので、ちょっとその辺がね今時代の流れで変わってきてるところもあるなと思うんですよね。で、鵜飼さんがさっきお話しくださったことがまさに寺院消滅という鵜飼さんが書いた第一作目の本の内容の前提になってるところですよね。あの寺院消滅という、まあ、ちょっとセンセーショナルなタイトルだったんですけど、まあ、実は鵜飼さんと私は浄土宗のお坊さんの修行の同期で、地方のお寺こういう状態だよって話したことが鵜飼さん拾ってくれて書いてってくれたって経緯があるのもんですから、私としては非常に思い入れのあるお話ですし、でまた今その寺院消滅を食い止めるためにどうしたらいいのかなって言って、まあ、鵜飼さんと2人で協力しながらいろいろとやってるところなんですが、まあ、これからやっぱりコロナ禍でこれ拍車かかってると思うんですよ寺院消滅という状態に。でそれをやっぱり我々は現状認識を持った上で、危機感を抱いた上でどう対処していこうか。でちょっと先ほど言い方が悪くて語弊があったかもしれないんですけど、うん、副業って言っちゃったんですけど、副業っていうのはお坊さんの本来の務めをしながら特定のお檀家さん信者さんだけじゃなくって、それ以外の今までお付き合いがなかった人に要するにあのお付き合いを広げていったらどうだろうかっていう提案なんですよね。どうですか、まあね、え、副業の定義はなかなか難しいですけど、お寺で収益事業を やってるのは副業じゃ副業ですからね。まあかつてはね、先ほどおっしゃったようにその地域の公立学校で学校の先生になるとね、えでもなんとなく学校の先生だったら副業っぽくないとそれは許されるんだけど、民間企業はなんとなくこう語るみたいな、だからこそその宗門はそういう民間登用者っていうのをあまり重宝しないわけですよ、うんうん、ね、つまりプロパー、ね、企業をね、まあ浄土宗では仏教大か大正大、入るか、あるいは一般大学行ったら養成講座っていうのに入って、経営を受けて資格を得て、でそのままお寺に入り、あるいは宗務長等々に就職をし、まあこれが保守本流ですわね、うん、だけどひとたびこう副業を持ってしまうと、いわゆる一般企業に就職してしまうと、まあ弾かれるわけですよ。弾かれるとか、まあ、自ら弾いてる部分はあると、うん、まあ復帰はなかなか難しいんです、これは、うんうん、現実問題としてね、うんうん、小木さん、はい、そうですね、私も鵜飼さんも浄土宗の教師養成講座という、まあ、今の話でいくと浄土宗の場合でしたら京都の仏教大学か東京の大正大学というところ4年間学べばお坊さん浄土宗のお坊さんの資格頂戴できるんですが、鵜飼さんも私もちょっとそういうところではなくて一般の大学行ったもんですから、夏休みの間本山通って勉強させてもらって、最後に伝習伝会道場という企業を12月に総本山の地方院か大本山の道場で受けるというコースだったんですね。で今その浄土宗の、教師養成といって、まあ、要するにお坊さんの養成の関係でいくと、鵜飼さんと私が受けていたその教師養成講座の方が6割以上になりました。正直宗門の大学に通っている人の方が3分の1ぐらいの割合になってきたんです。つまり割合増えてるってことでしょ、この要するに一般の大学行ってる人が増えてるってことです。就職のことも考えて、職業選択に関してね、いやこれやっぱり収入にことにかつながっていくんでね、うん、やっぱりね、なんだろうな、そのちょっと不幸だ、噛み合ってないなっていう感じがするんですよ、総理要請とその人員運営がね、あと世襲制って問題も関係してくるでしょ、ね、でそれが
それがね、やっぱりあのマネーの問題にもかなりやっぱ絡んできてるんですよ。うん、やっぱり誇りを持ってやっぱりお寺をやっていれば、うん、先ほどのそのね、あのお豆腐の話じゃないですけどね、うん、あの、うん、価値を生むことはできるはずなんですよ、うん、あの、あるいは価値を生まなくたって愚直にそれをずっとプライドを持ってやれば、うん、あのお金も後からついてくるはずなんだけど、だけどやっぱりそのスタートラインのところでやっぱいやいや やってるもんだから、当然そんな価値は生まないわけですよ、それ見てる人は分かるわけですよ、この若和尚さんもなんかやる気ねえな、でね、え挨拶も仕方も分かんないと、主張すべきお金のことだけは主張すると、あるいはお寺の修繕の時だけ金を要求すると、それもなんかあんたたちの義務だからねみたいな言い方をすると、そんなのじゃそれは当然お寺は潰れますよね、それはね、うん、だから本当にそのやっぱ若い時からそのお寺の人間はやっぱりなんだろう、本当にねプライドを、それは最初からプライドを持つのはなかなか難しいですよ、その保身、うん、よくねもう本当にちょっとムカッと、いやごめんなさい、まあ、この場だからあれですけど、本当に、ね、ちょ違うなと思うのはあの保身はあるのかっていう言い方する人いるんですけど、うん、若い時から保身なんかあるわけないじゃないか、うん、むしろ あなたあるのかって逆に聞きたいぐらいなんですけど、どうですか大木さん、ね、その保身あるんですか、保身の話すいません、僕東海さんは浄土宗の僧侶なんですけど、この間同じ地元の仏教界の仲間と長州派なんですけどね、話してたら曹洞宗さんと臨済宗さんのお坊さんだけは保身が保身がって話されてたんですよ。保身って何ですかって、いやお坊さんとしてやっていく気持ちだっておっしゃって、それがすごいやっぱお坊さんとしてやるにはまずその気持ちが大事なんだよっておっしゃって、あやっぱそうなんだなって、同じ宗派でその浄土宗だけで話してるとその保身っていうことはあんまり重要性気づかなかったんですけど、禅宗系の曹洞宗さんと臨済宗さんのお坊さんがすごい熱心に話されてたのを見て、やっぱり、うん、大事なんだなって思ったんですよ。僕ら言い方悪いですけど、浄土宗の場合には凡夫だからっていうところから来てるので、うん、愚かな存在だからって来てるから、でもやっぱり浄土宗でも保身っていう言葉をよく使う人は、大事大事、ね、いや、うん、私はね20代の時は保身なかったですよ、そんなの、うん、30代の時もなかったんじゃないかな、保身ね、そんな難それ難しいですよね、むしろ難しい、いやちょっとすいません、結構ね時間経っちゃってて、ね、もう10分切っちゃってるんですよ、で本当だったらここでちょっと休憩挟みたかったんですけど、休憩という あえて時間を取るんじゃなくて、ちょっとここで東さんちょっとお話してもらっていいですか。せっかくですから、先ほどぜひこの場でご質問なさりたいと、あるいはご意見述べたいという方がいらっしゃったと思うんですけど、どなたでしたっけ、もしあれでしたらちょっとお声上げていただけますか、さっきちょっと手上げていただいた、梅川ちゃんですかね、いかがですかご意見どうぞお話しください、あミュート外して、はい、はいはい、ミュート解除していただいて、はい、すいません、今日スマホでやってるんで、はい、間違えて手挙げちゃったんですけど、でも保身はお寺さんに限らず何の職業をやっていても、その心構えってあると思うんですよ、うん、例えばお寺さんはそれは職業か、それともそれは自分の天職かって思ったら、やむなくやっているのか、みんないろんな気持ちがあるけれども一生懸命やっているか、うん、心を込めてやっているかっていうところについてはどんな仕事でも、同じじゃないかなと思います、うん、はい、やっぱりまず自分の仕事に誇りを持ってやれるかどうかってところですね、うん、いやいややるんじゃなくて、やっぱりこれは僕の務めだからしっかりやるよっていうのはやっぱり持たなきゃいけないと思うんですよ、うん、であとその、うん、今日お金の話なんですけど、うん、はい、まあ、私は
墓石屋で商売屋だから、うん、お金はもうとっても大事だし、うん、お金はうちはたまらないけれどもお金を動かさなきゃいけないっていう気持ちはいつも強く持っているので、うん、はい、お金の話をするのは全然平気なんですけれども、はい、そもそもお布施とは誰のためのものか、うん、お寺さんにとっては入ってくる外からのお金、まあ罪状ということだと思うんですけれども、うん、はい、でもそれを出している人たちは、うん、自分に代わって、うん、ちょっとチャットでもさっき書いたんですけれども、うん、自分の苦を抜いてもらうために、うん、それをお寺さんに託しているんだと思うんですよ、うん、はい、でもそれが、そういうお布施って何っていうところが皆さん一般の人ってうん、あまりわからないから、うん、うちのお客さんでも時給計算されてしまって、うんうん、私がお寺さんでもないのにお寺さんがここまで法要できるようになるためにはいろんなことをしてその結果、時間で時間ではねお客さんと接する時間は短いけれどもこれだけの金額を、うん、するとお寺さんは運営できるんですって、うんうん、なぜかお寺さんじゃなくて墓石屋がお客さんに説明するんですけれども、うん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 、からちょっとそのお布施とは何かっていうのをちょっとやっぱり、皆さんまあ相場っていう話もありますけれども、うんうん、根本的に何か今お金は金銭は何にでも化けるものだから都合がいいから金銭ですけれども、うん、江戸時代だったら、ね、先ほどすぐれ先生がおっしゃったようにお米だったり野菜だったり、うん、漁村であれば、今日取れたお魚だったりしたんだと思うので、うん、それがちょっとお寺さんたちもお布施とは何かっていうのをもう一度一般の人にも分かるように、うん、提案していただけたら提示していただけたらありがたいなっていうのは、うん、墓石屋の、お客さんと間っこに入りながら、うん、仲介している立場の身ではそういう意見があります。以上です。はい、まあ、ここにいらっしゃる方は皆さんお分かりかと思うんですけどお布施っていう形で預かってもそのまんまお坊さんの給料として行くわけじゃなくて、うんうん、お布施っていうのは、うん、仏様へ一回預けてでそこから私たちは給料って形でまた別途お預かりしてるんですよね、うん、でそれでお布施がなんで高いのかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどやっぱりお檀家さん方にその都度その都度お願いする寄付は大きな事業の時にあるんですがそれ以外の修繕小さな修繕のところ、まあ、ご自家費って形でお預かりしてる中でもあるんですけどそれだけでもやっぱり賄えないところがあるのでそういう話もするんですよ私たちが、うんうんうん、なんでそういうのをねいや三浦さんはもうお分かりいただいているのでいいんですけど僕らもそういうやっぱ説明していかなきゃいけないんだなって思いました改めて、